はい、チューニングシンカーの巻き方です。これはこういう糸状になってるんで、もう自在に曲がります。で、エギなんですけども、ここに巻くんですけども、そのポイントが深いところとか潮が速くて、底が取れない時とかにこれを使います。で、巻き方はちゃんと引っ掛けて取れないように巻きます。はい、はい。で、あと、あとは水中で自分で確かめるんですけども、ちゃんとこうまっすぐ落ちていくようにしてください。こういう風に横にずれていくとかぶれてしまったらすると、アオリイカが乗らないんで、まっすぐこういう風に、こういうのが理想です。